かつにものリラの聖ヨアンは、聖教会の聖人、リラの主義ノリなるヨアンとも、記憶日は10月19日。ヨアンは、教会スラブ語からの再建音を転写した、日本聖教会で用いられる表記であり、ブルガリア語から転写すれば、ヴバンとも表記できる。ブルガリアの首都ソフィアから 117km に位置する、キュステンリル州リラ自治体にある、 ブルガリアで最大かつ最も著名な修道院である、リラ修道院を創建したことで知られる。このため、特に、ブルガリア聖教会で数形されるが、他の地域の聖教会でも数形される。1999年により、ブルガリアの一列紙幣に肖像が使用されている。以下の内容と文体は、歴史的事実としての記述ではなく、あくまで教会の伝える。 聖伝の概略を示したものであることに注意されたい。リラの西洋案は、スクリノに876年頃に生まれた。幼少の頃からハリストスを愛していたという。成長すると、自分の財産を貧しい人々にすべて分け与えて、修道士となり、その後、鉱山に登り修道生活を始めた。しかし、蛮族の侵略が起きるようになるとその土地を離れ、リラの荒野に赴き、 ここで、日夜熱心な祈りを神に捧げた。それから約60年の間、無人のアーラノに暮らしていたヨアンは野生の果実を主な食べ物としていたが、神は野生の果実をヨアンのために豊かに実らせたとされる。このような生活を送っていたヨアンを偶然に牧人が発見した。それから、ヨアンのもとに多くの敬虔な人々が移り住み、聖堂や修道院を建設した。 これらの人々を、ヨアンは慈悲深く監督し、また多くの奇跡を行ったという。ブルガリア皇帝ペトルも、非常にヨアンを尊敬していたと伝えられている。年老いたヨアンは、946年頃に、英民した。数年後、普及隊がソフィアに移され、ヨアンの名を持つ聖堂が建てられた。その後、ヨアンアサンは、奇跡が現れた、ヨアンの普及隊を、 テルノーに移して安置した。ありがとうございます。